軽迫撃砲。軽迫撃砲とは日本で開発された口径 75mm の迫撃砲。大日本帝国陸軍は不評連隊に配備し、チンタオ攻略戦やシュベリア出兵で実戦に投入された。また、ジャパニーズモーターの名称で第一次世界大戦においてオーストラリア軍が使用した。日本において迫撃砲と称される兵器が登場したのは、 日露戦争であった。明治37年の旅順行為戦において、第三軍は進撃路となる残壕を掘り進めながら、徐々に前進する方策をとり、退治するロシア軍との間では、手榴弾や爆薬を用いた戦闘が行われた。この状況に対し、今沢義雄公平中佐は、より遠距離から爆薬を投射できるように、花保筒に似た構造を持つ急増迫撃砲を、考案した。 急増迫撃砲の方針は木製で竹のタガがはめ込まれており、口径は当初 12cm であったが後に 18cm に改められた。陸軍技術審査部でも本格的な迫撃砲として明治38年に金属製の方を持ち、方針と床板に分解して2名で運搬可能な 10cm 半、携帯迫撃砲を開発した。陸軍では 同法を法典方面に送ることを計画し、同年8月に試験が行われたものの、仮想破裂による死亡事故が発生し、ほどなく日露戦争も急戦に至ったために、実戦で用いられることはなかった。これらの運用経験をもとに、陸軍では本格的な迫撃砲の研究と開発に乗り出すことになった。陸軍技術審査部は明治42年6月付の 陸広市第2721号に基づき、迫撃砲の正式調査を行い、明治44年3月に、大小2種の迫撃砲の設計要領を提出した。大型のものは、過小級三迫撃砲と呼称し、設計諸限は、合計 95mm、全備重量 500kg 以内、弾量 100kg、最大射程 350m であった。運動性に関しては、 近距離の移動は小車輪を用いて運行し、遠距離の移動は視聴者に積載して運搬するものとした。小型のものは、仮称7300撃砲と故障し、設計初限は、合計 75mm、全備重量 60kg 以内、弾量 12.5kg、最大射程 450m であった。本砲は2名で運搬し、また各部に分解して、 同じ国名で運搬するものとした。後に、前者は重迫撃砲、後者は軽迫撃砲と呼称されるようになった。以後、本項目では後者について述べることとする。本砲は、スピガットモーター式の迫撃砲であり、発射速度は毎分一発、射程は1号弾で360メートル、2号弾で380メートル、姿勢3号弾で650メートルであった。 砲弾は、弾からだとガラザオからなり、一弾の威力は高く破片の、多くは100メートル以内に飛散するが遠いものでは300メートル付近まで飛来するものもあったしかし砲の特性から、砲弾の飛翔速度は遅く、風の影響を受けやすいことから、命中精度は悪かった。さらに射程が短いことから目標に極力近接して、使用する必要があり、低い発射速度と命中精度を補うための砲の、 集中使用は法人地の暴露と敵化による応射を受ける危険性があった。法の集中については、決戦の時期において数門が一斉に射撃することで奇襲効果を発揮しつつ瞬間火力を最大化するという運用と数十秒おきに一門ずつ射撃することで低い発射速度を補いつつ持続的な火力投射を実施するという運用の二つがあった。移動の際は、 日下げ根、運搬用の竿を用いて4人で運搬することが可能であり、法の設置には2メートル四方を掘り土して、設置面を水平にする必要があった。大正3年に第一次世界大戦が勃発すると、日本も日英同盟に基づき連合国の一員として参戦することとなった。陸軍はドイツが中国に保有していた、咀嚼地である陳太を攻略することとし、 第18師団を機関とする独立第18師団を編成して戦地に投入した。要塞攻略にあたっては、臨時工場法司令部が設立され、新式の45式工場法を装備する独立工場重砲兵等が、その指揮下に入った。また、同地にあったドイツ軍の航空機ルンプラータウベ、対策として38式野砲を改造した臨時工射砲が初めて投入され、また、 特殊兵器として同じく開発されて間もない重迫撃砲、軽迫撃砲、敵弾が前線に送られた。また、同時期にイギリスに供給されて他国でも使用されるなど、本砲は大戦初期から各地で運用されていた。また、大正6年から始まったシベリア出兵でも本砲は使用されている。本砲は1個小隊に2門が配備され、2個小隊で、 戦砲隊を形成した。不評連隊は、本砲2個小隊と狙撃砲1個小隊からなる特殊砲隊を有していた。しかし特性や射程の異なる2つの兵器を1人の指揮官の下で運用する、この編成に対しては現場から改善を求める意見が出さていた。国間時のシベリアにおける運用では、砲弾が凍度に着弾した際に20から30メートルほど飛べ必死。 玉からだとガラザオが分離するものが半数近くに上ることもあった。この際爆薬量の6割を有するガラザオが爆発しないために効力は減少し、また糖度に対する破壊効力も少なかった。なお、不評連帯に配備される極射化砲としては、対象11年によりはるかに高い射速度とより長い射程を持つ11年式極射不評砲が正式化され、 以後連帯局者法として整備が進められた。第一次世界大戦では、残豪戦の膠着状態を打開するために、科学戦が繰り広げられ、各国では、火砲や迫撃砲をガス弾の投射に用いる例が見られた。日本でも、欧州の戦局を鑑みて、大戦中から技術審査部に対し化学兵器の研究を実施させていた。さらに複雑な特殊兵器の開発には、 兵器、衛星、薬剤など広範囲にわたって民間工業と緊密な連携を行う必要あるが技術審査部の下ではこうした体制を実現するのは難しいと判断して新たに臨時毒ガス調査委員を設けることとなった。大正七年に設立された動員は渡辺万太郎少将を長とする三名の人員からなり毒ガスやガス弾投射機、砲弾、 防毒具、中和剤等の調査を行うこととなった。大正8年4月には、藤崎が原車場において、軽迫撃砲と38式野砲を用いた、姿勢ガス弾のみが行われた。本砲用のガス弾として、弾丸上部に、作薬室、弾丸内部に、液筒を有する1号弾と、弾丸中心に、作薬室、弾底に、中液口を有する2号弾が試作された。 作薬と液量は1号弾、項で 140g3560g、1号弾、オッツで 240g3300g、2号弾で 94g4040g であり、試験では薬液として収穫及び犠牲薬液、60、または紅い柄汁を用いた。薬糖は軽薄激砲薬糖を用いるものの総薬として無塩症重薬 35g、 薬薬ととしして、小粒薬5グラムを用いるものとした。1914年に第一次世界大戦が勃発するとイギリスの自治領であったオーストラリアは本国の支援のために志願兵からなるオーストラリア帝国軍を派遣することとなった同じく自治領であった隣国のニュージーランドも派兵を決定しイギリス軍の指揮下に入った両国の合同部隊は オーストラリア・ニュージーランド軍団と呼ばれた。オーストラリア陸軍は、同国の自治領下によって1901年に誕生し、保有柿は、イギリス・アメリカのものが中心であったが自国で生産を、肯定いた、も参照。しかし参戦によって、兵器の需要が急速に増大し、また、重工業が貧弱であったオーストラリアでは加など、重装備は、イギリス製のものを使用することとなった。 イギリスは大戦初期に日本と軽約撃砲の供給に関して交渉を行い、本砲の視察のためにイギリス大使官部官の代理人が大阪砲兵交渉に立ち入る許可を求めていた。日本側も交渉に応じ、大兵組合に本砲と弾薬を払い下げていた。こうして大戦中にイギリスに対し本砲16門と弾薬4千発が供給され、 オーストラリア軍も他のイギリス製火砲と共に、本砲を運用することとなった。1915年のガリポリの戦いでは、急増迫撃砲であるガーランド迫撃砲と共に、オスマン帝国軍に対する攻撃で使用された。本砲を単に、軽迫撃砲と呼称した日本軍と同じく、オーストラリア軍でも本砲に、核な名称を与えずに、ジャパニーズモーター、 日本式迫撃砲と呼んでいたようで、博物館の展示や書籍などにもザ・ジャパニーズ・モルタルとして紹介されている。実物は現在でも、ロンドンの帝国戦争博物館から対応されたものが、首都キャンベラノで展示されている。その解説版には、当初は日本式迫撃砲を恐れていた敵のトルコ軍だったが、残酷の上に防護用の丸太を敷くことで砲弾をしのいだことが書かれている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。